は天地教。よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れてくれ。でもまずは僕がサソリに変化してスパイから情報を引き出してみる。君たちは僕が合図を出すまで待機。そういうことか。わかりました。さ、そろそろ相手も来る頃だ。さあ、ヤマト隊長。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが巫女は大丈夫です。そうか、では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所と、うちアジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今は北のアジトに潜伏していて、そこにうちのサスケもいます。おお。ではサソリ様、すぐに例のものを渡してください。このことがオロチマルにバレたら僕は消されてしまう。わかった。限界だ、もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。わっ、オロチマル、その肖像兜をつけてきたのか。何、少しあなたが送ってくれたそのスパイ。オロチマルが出てきた以上迂闊な行動はできない。さて、まずは僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様は援護をお願いします。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バレた。最初からね。手荒な真似はしたくなかったが、手加減はしないよ。少しは本気で来い。どういうことだ。
暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。己の意志でオロチマル様のもとに。さあそろそろ後ろにいる子ネズミ三匹をここへ呼んだらどうなの。全てを見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。少し遊んであげサスケを。返せはないだろうナルト君。彼は自分から望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練がましいね。ナルト。これがキュービ。サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出して切ればだけで。状態のナルト君と私のサスケ君、どちらが強いか試しにやらせてみたいわね。てめえのもんじゃねえ。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえってばよ。白い遊びになりそうね。
回はここまでのようね。私に何か。サイ、ついに動き出したか。いや、今はそれよりもナルトをあの状態にし続けるのはまずいな。よし、僕はナルトの様子を見てくる。サクラ、君はこの辺りでサイの捜索をし、はい。ここまで来ればいいでしょう。サイとやら、あなたの目的を教えてもらいましょうか。僕に命ぜられた極秘任務は、あなたと結託し、そしてその後に新しい木の葉を築く。その話、何を根拠に信じればいいの？それは、おかげ直轄の暗部。そんいいドンというわけだから、この連れて行くわよ。信じてもいいのですか？嘘だとしても、ただで実験体が手に入ったと思えば。まあそうだ。さあ、やはりな。これで大丈夫なはず。それにしても、あの状態のナルトをよくも。うん、まあね、それが僕に備わっている力だからね。僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよ。あれナルト、俺って。はよかった、本当によかった。あとはサイか。前からサイの行動は気になることが多かった。どうやら戦いの隙をついてオロチマルと組み、彼ら、あいつ、ブロ、でも理由は。サイは僕たちの任務とは別に極秘任務を受けていたとしか。とにかくサイをこのまま見逃すわけにはいかない。僕たち、よし、
この先の岩の陰に入り口がある。わかった。さあ、行くよ。残念だけど、君たちはこの先へ行けやしないわよ。オロチマル、てめえ、ここまで追ってくるなんてしつこいわね。サイはどこだ？それをこの私が教えるとでも？なら力、実験のおかげで木遁が使えるようになった君がいわば生みの親で。あいにくだけど。オロチマルは僕が相手をする。分かったってばよ。行くぞ。ありかな。勝負あり。危なかった。なんだってばよ、この感。確かに手応えはあった。なのに打ち取った気がしない。やっぱり。さくらちゃん、このオロチマルは偽物。どういうことだ。首元にいくつか手術痕が見られます。しかも体温はなく心拍も停止している。これはオロチマルに似せて作った体を至高の術で操っているだけです。へえ、3年前に会った時はただの役立たずだと思ってたけど。あんたのこといろいろと調べさせてもらったからね。私はもう役立たずじゃない。さて、それはどうかな。またか。隊長とナルトはオロチマルを抑えてください。サクラちゃん、サスケ返せはないだろう。引きずりすぎだよ男の子。大丈夫ナルト、あっちは頼んだわよ。そろそろ行かせてもらうか。絶対に許さない。
開始。まさか、ねえ、ここまで力をつけているとは。ここまでか。君らの相手はここまでにしておくよ。逃げるのか？随分と決断が早いな。まあね、無駄な抵抗はしない性格でね。それに君たちではサスケ君を連れ戻すことなどできないって分かっているし。やってみねえと分かんねえ。やってみなければか。無駄だよ。今のサスケ君は君たちの知っているサスケ君じゃない。どういうこと？人は変わる。そしてそれはサスケ君にも当てはまるってことさ。なんだと？せいぜい悪あがきをすることだね。さ、いよいよだ。どうした？元気が。もしかしてさっきの兜の言葉を気にしているのかい？ナルト、試しもしないで諦めるのはなしだよ。え？今のサスケがどうなっているのか、それはまだ想像の段階だろ。実際に会って実際に話してみないことにはどんな道も開けやしない。今は行動あるのみだ。ああ、よし。スター！
い。よくここまで来ましたね。もう分かっているんでしょう。ああ、大体はね。君は、いや君の主はオロチマルと結託し、第二、そしてこの葉崩しがなされた後は新しいこの葉を築こうと考えている。そこまで分かっているのなら話は早いですね。その通りです。僕たちは今のこの葉を潰す。